はい、YouTuber マシャペイです。今回はラーメン英二さんです。スライドショーでお送りしますよ。JR 北府中駅徒歩10分のところにあります。今回は英二さんの代表メニュー汁なしを食べに行ってきました。さてお店到着です。ラーメン英二さんは動画 NG ですので毎回スライドショーになります。食券を購入してから並びますよ。中に3つ外に5つ待ちの椅子があります。営業時間はご覧の通りになっています。定休日は日曜日です。土曜は不定休ですね。メニューはラーメン汁なし大普通とミニのサイズがあります。トッピングはご覧の通りになっています。追い飯は汁なし用ですね。汁なしのコールはニンニク油フライドオニオンエビ辛味カツオネギエビマヨです。他にもこのチャンネルではインスパイア系投稿しています。よろしかったら見てください。チャンネル登録もしてくださったら感謝感謝です。ではいただきます。ラーメン英二さん、北府中の名店ですね。こちらはあんまり行けてないのですが、それでも僕の大好きなお店です。それはやっぱりデフォメニューにこだわっていて、ラーメンと汁なしで勝負しているお店です。どちらも美味しくていつも迷うんですが、僕が好きな汁なしの一つがこちら。ゴワゴワの麺に負けないタレ、さらに特徴があるのはたくさんあるトッピングです。僕はニンニクが苦手なのでニンニク以外全部とコールします。トッピングはニンニク、油、フライドオニオン、海苔、辛味、カツオ、エビマヨ、ネギなどがあります。部分部分で食べても美味しいですが、全部混ぜてもめちゃうまです。そして追い飯、トッピングとタレと麺が残った状態でドボンして食べるのが美味しい。やばいですね。美味しかったです。ごちそうさまでした。ラーメン英二さん、ラーメンも人気ですが汁なしも大人気です。汁なしって重いイメージですが英二さんのは重くない。めっちゃ美味しいです。また食べたいですね。次の動画は間開けずに投稿できたらいいな。魔王に誓って。